Thank you.
石畑のボール左サイドクリーン。さあ、サイド。おっと、キーパー、なんで切れてるんだろう。そうですね。さあ、管理者だけなんですね。さあ、どうぞ。アルグラの方はですね、昨日も結構としたら、ね、はい、というぐらいの進化をしてもらったのかな。はい。アルグラはね、このアルグラの方でしっかり進化されたので、そうですね。アルグラで攻める浜田にボールが渡った。さあ、伊藤行くか。さあ、そして99の宮森。さあ、そして最後、中谷さんの前、小川大輔。素晴らしいパスだったんですよ。右サイドからのクロス、そしてダイレクト、左の右手でスイングがちょっと、さあ、そうしてる次、宮森のミドルシュートキーパー、2本、スーパーセーブ。さあ、惜しかったですね。両チームとも、ピンチからのチャンスがいいですね。そうですね。さあ、一回そんなボールが出てしまいました。どうなんでしょうか。さあ、シナリオですね。シナリオを取り入れていただきました。川西監督、左サイド。さあ、古賀が小前からプレス。さあ、古賀ボールを取り入れていく。さあ、シナリオを取り入れていく。さあ、川西監督、小前から仕掛けるか。さあ、その川西を走らせる。そのまま、川西が体を入れてるセーブ。さあ、小柄のボールが遠いのに大きな足と体を入れてみました。さあ、ルール。さあ、左サイド41番7球を振りますので、ボールが違いました。さあ、吉井畑、それを伸びたんですけど、伸びる。そして、これが。さあ、左サイド、川西もいる。右サイド、川西シュート。さあ、スイーツ。今、大谷が止まった。さあ、川西のシュート。シュート。いやー、すごいですね。
チームプレミアムファンが来ましたか。そうですね、名前はちょっと変えますね。先ほどね、一緒に踊ってたんですね。花が来たってやつ。さあ、入ってきた。さあ、